東の方に落雷七つか。鳴神がまた癇癪を起こしている。寝坊した。巴どうして起こしてくれないのよ。待て、弁当と額当てを忘れているぞ。いらない。七海、もう心配性なんだから。こりゃまた雲行き怪しい。怪しすぎ。七海様、鬼切り君、小鉄君。妙だな、鳴神がこちらに来るかと思ったのだが、雲の流れた先は七海の学校。まさかな。にしても巴って料理上手よね。三影さんがよっぽどグルメだったのかな。巴殿はいつでも七海様第一に考えておられます。桃園七海ですね。妖怪。私は天に社を持つ神、雷神鳴神姫です。そなたに代わり、この鳴神が御影社を引き継ぎましょう。私は社を自分の家だと思っています。社を出たくはないんです。そんなのダメ。七海、巴。七海を離してほしい。その娘は俺の主だ。人間に霊獣しているお前を見ているとイライラします。どれ、小さくなれ。巴、次はお前だ。御影の印、確かにいただきました。これでもうそなたは土地神ではない。巴。それではごきげんよう。帰る場所なくなっちゃったね、巴。ここは人間の世界だろう。人間のお前ならその気になれば居場所などすぐ見つかる。あ、すごい熱。どうしよう。巴、どうしよう。七海、こんなところで何してんの。あれ、ずいぶん可愛らしくなったもんだな、そいつ、ええ。お前、あんましてんぐてんぐ言うなよ。俺は打天使で売ってんだからよ。元の体に戻さないと治らないな。よかった、少し落ち着いたみたい。よかった、目が覚めたんだね。心配してたんだよ。七海特製の笹餅だよ。普通。やっぱ中身はいつもの巴か。ありがとう。小竹、巴を迎えに行き。よい。巴を元の姿に戻さなきゃ。うちでの小槌で小さくなったんなら、うちでの小槌で大きくするしかないだろうな。家のスペアキーと俺の携帯番号と金置いとくから。え、俺持てる。もう大丈夫だ。お前学校は、え、今日は土曜で休みだよ。どうすんのよ、こんな小さいくせ。お前は人に戻ったんだから、人として生きるべき。あ、ちょっと大丈夫、熱上がってんじゃん。巴殿をお迎えに参りました。巴をこんなにしておいて身を案じるなんてよく言うわね。人間とかあやかしとかそんなの関係ない。巴のことは私が何とかする。お前に俺が助けられるわけないだろう、七海。おい狛犬、社に行く、連れて行け。はい。本当に、さようなら七海。あらら、あっさり別れちゃったわね。どうする。私には分かっていますよ、巴。お前は結局この社以外に行き場がないことを。さあ、その命を捧げ。巴、どこ行った。七海、どうした、こんなところに座り込んで。クラマを待ってたの。お世話になりました。人に戻っちゃったお前に俺からの選別だ。七海様、鬼切り君、小鉄君も、いつの間に。すぐ社へ。夜切り車を待たせております。神様が自分の社を壊してどうすんだっつーの。じゃあもし私が見つけたら、巴を元の姿に戻すと約束してくれる。いいでしょう。巴、あの高熱で倒れてるのかも。あ、
それは御影様の懐鏡でございます。先代、土地神の鏡の中に隠れていたとは、ずいぶん操を立てられたものだ。体が光ってる。七海様のお仕事でございます。大きくなーれ。戻った。ね、最上級の感謝、紳士の再契約だ。